10月25日木曜日、全日本自動車産業労働組合総連合会から北西町の山里重度障害者生活支援センター社会福祉法人あじさいの家に身体障害者用自動車が寄贈され、その贈呈式が開かれました。自動車総連にですね、集う仲間が毎年募金を募らせていただきまして、その中でこういう形で毎年車両寄贈の方させていただいております。今回アジサイの家様の方では、雪道の日の送迎の方で乗れる車が1台しかないというようなことですので、このハイゼットカーゴのスローパーの、4駆の方を寄贈させていただくことで、活躍の場を広げていただけたらと思います。贈呈式では、ダイハツ三重労働組合の黒宮武之執行委員長からセンターの利用者に目録が手渡され、その後、この日のために利用者たちが作ったくす玉を割って、今回の寄贈を全員で祝福しました。あじさいの家では、現在、いなべ市内外から重度の障害を持つ18人が利用しています。これまで4台の自動車を使って送迎を行ってきましたが、送迎地域が広いほか、一人一人の車椅子の形状が違うので、車椅子によっては送迎する車が限定されていました。今回寄贈された自動車は、ウインチで車椅子の乗り降りをさせることができるほか、中が広いのでどの車椅子でも乗せることができます。また、付き添い人用の座席もあるので、利用者も安心して外出できるということです。あじさいの家では、冬を前に今回の寄贈はとてもありがたく感謝しています。送迎以外にも公園などへの外出にも使っていきたいということでした。